毎日メイクということでお送りしていきたいと思います。ベースメイク眉二重は完成しております。で、今日は手順をね変えようかなと思ってます。まずは、セダンヌトーンアップアイシャドウの03番のチャコールブラウンをね使っていきたいと思います。まずはね、この1番目全体的に、塗ったら次に2番目の茶色をね、ネズミ色っつうか、なんつうんだろうな、最後に目尻だけに、ちょっと下にこんな感じで塗ったら、粘膜をねエチュードハウスのスタイリングアイライナーの01番ブラックで引いていきます。取り切ったの引くんですけど、こんな感じで引いたら、メディアのラスティングアイライナー A の自然なブラックで目尻だけこんな感じで引いたら、目元は完成です。こんな感じです。こっちも同じくやっていきます。そしたら両方完成です。そしたらエチュードハウスのスタイリングアイライナーの02番で、ちょっと黒目下まで、こんな感じで、綿棒でぼかします。セダンヌの二重角アイライナーで、こんな感じでやったら、キャンメイクグロフルールハイライターの02番を使います。なぜねこれの出番が多いかっていうと、今年ねこれをちょっと使い切りたくて、それでちょっとねお出番が結構ある感じですね。なんかこれ使い、キャンメイクのハイ、キャンメイクパウダーチークスの PW38 をね、ノーズシャドウを引きます。ノーズシャドウはいつもの ST アイブロウパウダーを塗っていきます。もうちょっと濃い色を買えばよかったな。こんな感じで色、口紅の色を消していきます。キャンプ色合わせてから、メイクのリップコンシーラーを塗っていきます。結構使ってない時期があったので、
まあ、今更わかんないんですけど、使い切りたい B の07番を下地としてラビオッテを塗ります。ラビオッテがティントなのでこんな感じで完成しました。こんな感じで終わりたいと思います。